白衣館ノ音図、かの元とのぶ ?A62 年10月6日は、室町時代の絵師。狩野派の祖、かの正信の子で、狩野派二代目、京都出身。幼名は、白二郎、大井之助、越前守、さらに方言に除せられ、後世、古方岩と、通称された。弟は、雅楽助。父、正信の画風を継承するとともに、漢画の画法を整理しつつ、 大和への技法を取り入れ、狩の葉の画風の体制し、近世における狩の葉繁栄の基礎を築いた。細川澄本像10歳の時、将軍、足利義直の近次となり、足利義澄にも仕えたとされる。絵師として、制作年が明らかな最初の作例は、永昇4年、細川澄本の出陣絵の制作である。記録上の初見は永昇10年で、 細川高国の命で、倉間寺縁技を制作している。現存する、大徳時代船員の障壁側、は、動員総賢治の永翔十年の制作とするのが、通説であったが、大船員法上の改築が行われた、天文四年の作とする見方もある。元信は六十歳代にあたる、天文年間に、以下のような大きな仕事に携わっている。まず、 天文8年から約15年間、石山本願寺の障壁画制作に携わった。この間、天文12年には、大理小五所、同じ頃には、明心寺霊雲院の障壁画を描き、天文14年頃に方言を与えられている。こうした権力者の需要に応える一方で、町州には、絵付けした扇を積極的に販売し、当時の扇座の中心人物であった。 小賀美港書斎の幕府への起承文には、大芸政策の権利を持たない者が勝手に大儀を作るのは違反なので、即刻その停止を命じてほしいと記されており、元信の加工というより、有能な事業主としての姿と、仮の派の民間工房的性格を垣間見られる。元信は、幕府、朝廷、石山本願寺、有力町衆など、時の有力者より庇護を受けつつ、 戦国の乱世を生き抜いた絵師である。元信の,の作品は、漢画系の水墨画法を基礎としつつ、大和絵系の土佐派の様式を取り入れ、書院作り建築の装飾にふさわしい日本的な障壁画様式を確立した点に特色がある。新たな顧客からの注文の増加と多様化に対応するため、元信は新たな画風や制作体制の必要に迫られた。当時の絵師は、 牧谷様、夏ツ様など、そうや、元時代の中国画人の作風で描くことを求められたが、日本にある彼らの作品は、商品が多く障壁画や屏風絵のような大画面の構成に不向きであった。そこで元信は、彼らの筆様の整理、統合し、書体になぞらえた、神行、草の三種類の画体を確立、これを弟子たちに学ばせて、 幅広い注文主の要求に応えた。多種多様な絵を大量制作できる。この方法は、後の仮の葉の制作体制を決定づけることになる。なお、マカラダは、バエンと、ナツケー、行体は、マキダに相対は、玉ンの画風を元としている。そのため現在でも、大量の、元シーンを持つ作品が残っているが、それがかえって、 元信自身の作品を見分けるのを困難にしている面もある。また、大和恵恵氏の専門領域であった絵巻物や金癖画を積極的に取り込み、上記の缶画の筆法や堅固な画面構成を取り入れ、華麗さと力強さが共存した和漢融合の様式を生み出した。後の蚊の栄像が表した本朝菓子には、歌の家は、ぜ、漢にして、和を。 剣塗る者なりという有名な一節があるが、和漢剣隊の姿勢は、元信の,の時代から培われた仮の葉の特色である。職業絵師として様々なジャンルの作品を残しており、伊予葬儀像のような肖像画、兵庫、鴨茂神社の神滅学のような作品も現存している。大仙院法上障壁が、指揮科長図の、内大仙院法上障壁が、指揮科長図のうち、 ありがとうございます。